おはようございます。よろしくお願いします。私からは特にございません。代表で1点 TPP に関して伺います、はい、テレビ朝日です。あさってから日米準レベル協議が、はい、再開ということになりまして、今回まあ非常に期待も高いと思うんですが、はい、今回の交渉の、まあ、意味合いとか、あるいは見通し、はい、大臣どう見ていらっしゃいますか。TPA が、成立した後で、今やっと TPP の最終段階を動き出したということだと思っております。日米につきましてもまだ残された課題があるわけでありますの で、ただ一方で日米というのは TPP 参加国の中でも大変ウェイトが大きな経済ですから、残された課題、決して簡単ではないと思いますけれども、精力的に議論をしてもらって、まず日米で基本的な合意に、達するということを期待をしております。代表は以上です。各社さんお願いします。田中さんどうぞ。どうも、西日本新聞の田中です。仙台原発関連でいくつかあるんですけどね、まず今日から、仙台原発の燃料倉庫が始まりますが、再稼働に向けて最終工程に入ったといいますが、それについての受け止めと、あと直近の課題として使用する核燃料の貯蔵場所の確保、あと避難計画についても実効性がないと言われていますが、政府としてどう対応していくのか、最後に再稼働に合わせて大臣が鹿児島に行かれる予定を見ているでしょうか。まず仙台原発につきましては、昨年の9月に、設置変更許可が下りたわけでありまして、やっと燃料装填まで来たかという思いがいたします。これまでもお話してきてますように、政府といたしましては規制委員会が、大変厳しい新規制基準で審査をしていただいて、そしてそれに適合していると認められた原発については、再稼働を進めていくという方針でありますので、最初の再稼働がやっとここまで来たなと、こういう感じでございます。そして、まず、使用済み、燃料の貯蔵場所ですけれども、仙台原発につきましてはまだかなり余裕があるというふうに聞いております。それから、避難計画につきましては、各地の、自治体が一番実情をよくご存知なんで、政府も協力して、仙台原発の場合も避難計画を作って、それを、政府の会議に、安倍総理も出席される会議に、報告を受けたということでありますので、そのラインに沿って、進めていっていただければいいと思います。一方で、避難計画を含めてですね、やはり安全といったものについては、これで終わりということではなくてですね、常に、より安全を求めていくということが、それは事業者にとっても、また地方公共団体にとっても政府にとっても大事なことでありますので、そのようなことをこれからも続けていかなければいけないというふうに思っております。それから私自身が行くかどうかという話でしたけれども、昨年の11月には伺って、知事また、薩摩川内市長とも目にかからせていただきました。そして今まさに規制委員会が、最終の、検査をしているとこういう段階でございますので、私自身が仙台原発に入るという予定はございません。他、小野沢さん。日経新聞の小野沢です。ギリシャの財政危機についてお尋ねします。先日のギリシャでの国民投票で、EU が求めていた財政緊縮の受け入れについて、反対の意見が示されました。大臣としての受け止めと、日本経済の影響等と、どのようにお考えなのか伺いますでしょうか。ギリシャにつきましては、まさに危機になってから相当長期間経っているということで、日本だけではなくて、民間に対する影響というものは、それほど大きくないと言われておりますし、日本の場合も直接ギリシャが、どうなろうともそれほど大きな影響はないと思っております。で、一方で、株価について、また為替について、いろいろ想像しえなかったようなことが起こるということは懸念をしておりましたけれども、株価につきましても昨日は、少し下げましたけれども、今朝はまた少し戻しているようでありまして、このまま行ってもらえればいいなと実は思っております。また、為替につきましても若干の円高
の方向に触れた円ドル円ユーロ触れてはおりますけれども、それほど大きな変化はこれまでのところ起こっていないということだと思っております。ただ今後、EU とギリシャがこれでおしまいということではないようでありますので、やはりしっかり相談していただいて、双方が納得できる、そして、世界経済に大きな影響を与えないような形で、話し合いが継続し、そして結論を得ていただくことに大きな期待を持っております。ただこれまでもこういう場で申し上げてきましたけれども、リーマンショックの時の経験というのがあって、我が国は一番影響が少ないと思っていたところが、実は、ヨーロッパアメリカ等々で自動車が急に売れなくなるというようなことで、日本経済かなり大きなダメージを受けたという経験がございますから、やはりしっかり注視していくということをこれからもやっていかなければいけないと思っております。すいません、委員会がありますのでこれで終わらせていきます。